ここが原宿か。原宿を iPhone15 で撮ってみた。イエーイ、バッチリです。原宿初めて。社会勉強です。動画ですよ。隣いい。うわ、すごいの撮れた。かわいい。いつかは卒業か。我が選手服みんなに送るね。早っ、もう届いた。さすが au。 iPhone15 楽しむなら快適な 5G ネットワークの au。まあ一言、楽しかったに尽きますけど、なかなかないですよね。基本的にはこう学校シリーズが多かったですよね、うんうん、まあロケといってもこう僕らは駒杉と走ってたりとか、うん、なんかこうなんて言うんでしょうね、なんかこうイメージ的に自分の日常のどこかを切り取ってるっていう印象だったんですけど、今回は遠征ということで、はい、原宿遠征ですよ。遠征なんだ。遠征ですよ。どこの学校なのかあんまり分かっ、なんか遠征です、遠征。はっきりしてないとこがあるんで。だってほら、だってこれが原宿かってことは来たことないわけですから、うん、遠征ですよ。遠征で今、うん、もうこの時代の最先端を、うん、こう感じてる CM ということで、うん、楽しかった。楽しかったです。いつもの CM じゃない感覚で。確かに。で楽しみました、ね。そうですね。おしなこさんがいらっしゃったりだとか、こう新鮮味もありましたし。も、うん、もつけてたしね。ももつけてたしね。なんか視覚的にもすごい楽しい。うん。やってても楽しかった撮影でしたね。うん、CM 見ていただければわかりますけど、あの、うん、あの松本さんが浮かれてましたから、ね。だいぶ。何が？だいぶ浮かれてる場面あったじゃないですか。動画撮るよっつって、あ、じゃあ写真撮るよっつって、ね、動画でしたって、もうあれも私の裏設定的には高杉くんにやらされたっていう。だって考えてみてください、いくらやらされたとって1シリーズ目、うん、あんな表情、豊かな表情してましたか。いいんです私のことは、ね、見えない。でもしなこさんがいらっしゃってくれてるんですから。いやもうだって最先端の方ですから、ね、いや本当にしなこさん、とんでもないです。もうね、見させていただいてます、はい、本当ですか、ありがとうございます、ね、マスク食べてたり、あすごいそうなんですよ、マスク食べたりとかしてたんですけど、まさかこういうあの CM 撮影というのに呼ばれる未来が来るとは、マスク食べてた時は思ってなくて、校外学習編ということで原宿をこう選んでいただいたっていうこと自体も私はすごく嬉しくて、その原宿という街が私は大好きなので、なんかそれを純粋にこう皆さんが楽しんでいる姿をあの見ることができて、私はすごく幸せでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。絶対浮くよねって思って、大丈夫かなって思って、本当に私大丈夫かなって。全然浮いてないですよ。いやいや、おうそおうそ。すごく馴染んでます。すごいなんかね。はい。この四人もいつも一緒にやってるような。あ、そういう風に見えてました。はい。じゃあ良かったです。気持ちはもうマインドで、そんな気持ちで、マインドはありがとうございます。そうですね、楽しかったです本当に僕なんか楽しかったです。面白い。でもなんか久々に平和でしたよね。平和でしたね。なんかこうちょっとここ最近のストーリーはちょっと何か波乱があるというか、うん、確かに。どんな、なんかちょっとカバン忘れたり、はい、ハプニングが起きるような感じだったんですけど。確かに。本当に今回は楽しく、なんか久々に仲のいい、むつまじい3人というような感じがして、なんかちょっとほっとしましたね。うんうんうん、初心に帰るような気持ちもあり。いつも初心に帰られてる。はい。いつも初心に帰られてます。そうですね。はい。いつも爪痕なんかそう。だいたい、まあ、撮影が終盤に差し掛かった頃に、キャラクターを思い出してくるという。はい感じですか、ね。しなこさんありがとうございます。はい、最近撮った写真だと大使とツーショットを撮ったよね。あ、そうですね。はい。撮りましたね。撮りましたね。原宿で。はい。原宿で。実は原宿、うん、久々にね二人で原宿デートを、はい、デートしまして。可愛い。はい。その時にツーショット撮ってもらいましたね。そうですね。はい、であと携帯見ると
あの一番最初の写真、前の機種からこう引き継いでたりするんですけど、学校の、それこそこの au の CM の学校のロケで、うん、あの iPhone で初めてポートレートが出てきた時に大使撮ってて、うん、その写真が出てくる。細すぎですか。そう、撮影の時ですね。そう、だから見て、あ、懐かしいと。上をポンと押すとバラララって、ね、そうトップバッター、トップバッターなので、光栄です。なんかありがとうございます。写真ってすごいなと思いますよね。そうやって残っていくものですからね、私は最近あの帰り道に、仕事の帰り道に夕暮れ時で、はい、うんうん、すんごい空が綺麗な日があって、はいはい、あの綺麗じゃないですか、まあ綺麗ですね、あのもう夜と夕方の中間の、なんかすごくジーンと来て、あとでの質問なんで、ジーンっていうのはあとでの質問になってしまう。それはまだちょっと取っといていただいて、来て、それも一エピソードで2つの質問あの、ここで済ます。網羅しよう、網羅でいいですか。後ほどある質問、後ほどある質問、そういう写真を立ち入れとしました。綺麗ですね。綺麗ですよね。3月からそのアーティスト活動みたいなことを始めたばかりなんですけど、新米なんですけど、そのファンの子たちからライブとかでもらったうちわをこう全部自分の家の壁に画鋲で全部貼ってみたんですよ。そしたらまあ壁が全部キラキラして、すごい真っピンクで、なんかそれを写真撮ったらすごいお気に入りの写真になりました。それがなんかもういつでも活力をもらえる写真になりました。嬉しいですよね。素敵ですよね。でもあの今回もその iPhone で動画もそうですけど、写真も iPhone で撮影したりとかしたじゃないですか。でいろんななんかこう流行りの撮り方というか映え写真の撮り方みたいな、僕全然分からなくて、分かります？あのなんかこうハートをずらすんですか、あれは。あえて。え、何何？なんかこうハートを二人でこうやるんですよね。二、人で撮ってる人と、あの撮る側がこっちで、映る側はこっちになってるみたいな。私が撮るとしたらこれでこう、あ、そうですね、ここで作られるみたいな。でちょっとずらすんですよね。ずらす。あ、わかんない。手合わせないんですよ。ちょっとこう。これぐらい私側の方が手が大きく映ってみたいな。どうなるんだろうそれ。なんかそういう撮り方をしたりとか、いろんな撮り方が本当 SNS とかで上がってるじゃないですか。だからちょっともうちょっと勉強したいなっていうか本当に思いました。勉強して撮られるんですか。それからちょっと試してみたいなっていうか。あ、大使は写真好きだしね。僕写真好きで、あのカメラで撮ったりするんですけど、でもやっぱり iPhone でも写真撮りますんで、ちょっと勉強していきたいなと思いました。最新の、一番今ポーズはグミポーズっていうのがあるんですけど。あ、出ました。出ました。グミ、ここにこうグミがあると、そうです。これをこうほっぺにみたいな、あ、これグミポーズです。ここをグミとするという。あ、そうです、ほっぺがちょっとグミになるみたいな。ほっぺがグミなんだ。感じ、グミポーズをこのほっぺのちょっとつまんでってことですか。そうですね、グミってプニプニしてるじゃないですか、なのでグミポーズ。まあ、私が流行らせても、頑張って流行らせて。え、かわいい。あ、そうです、そうです。ちょっとこの手でもうちょっと楽しそうな表情から。そうですね、表情大事かも。そうですね。へー、言葉とかだと、そうですね、なんか何々界隈とかってよく言いますね。あ、わかります？何々界隈。はい、おー、界隈、界隈。例えばこの仲間だったら、うちら英雄界隈みたいな。あとか今っぽい、そういう界隈、界隈、界隈、うちらってないない界隈だよね、いえみたいな感じで、みんなこう、うちら界隈で、ちょっと前うちら界隈では流行ってるね。小松井界隈でわ
小松杉界隈では狭いなやっぱりこうだよね、高杉界隈とかじゃなくて、うん、ちょっと違います、ちょっと違います界隈、昔のなんか同盟みたいな、あ、そうです、ちょっと似てるかもですね、なんか好きなキャラクターとか言ったら丸々キャラクターの名前で界隈、あ、だからうちらはみたいな、あ、なるほどなるほど、はい、使ってこう、積極的に使っていくしかない、グミポーズですね、グミポーズ、ぜひぜひこれで撮ってみてください、はい、原宿のやっぱり、うん、あの自由さのセンスが問われますよね、すごいなと思いますよ、だって、うん、例えばですよ、うん、ただ単純に新しい言葉を作ればいいってわけじゃないと思うんですよ、うん、それがいかに的を得てて、そして楽しそうで、うん、広がっていくかで、うん、多分今例えば流行している言葉だったりこれから流行る言葉ってなっていくと思う、広がっていくと思うんですよ、うん、そのなんか多分発想力っていうのはなんかすごいなって思いますね、うん、なんかイメージ的にやっぱり原宿からなんか発信されて言ってるイメージはすごくあるのですごいなって思いますね、誰がどうやってこうはいこれってなるんですかね、言い出しっぺがいるわけですから、うん、その言い出しっぺの人がどうやってこう、ね、もうそれこそニュースとかに今流行りの言葉でって、うん、みんなが浸透していくまでの一部始終を見てみたいですよね、じゃあなんか流行らしたい言葉なんか今作ってくださいよ、絶対来ると思った無茶ぶりが絶対来ると思った、どうしよう、うちらもっと成長しようポーズ付き、ポーズ付きだった、根を張って成長、それはどういうことですか、それはうちらもっと成長しよう、ちょっとなんか失敗したり、めっちゃ詰まってる、なんかちょっと松本さんのめちゃめちゃハマってますけど、ね、ちょっと失敗したりなんかそう落ち込んだりとかした時に、あ、いいですね、いや、うちはもっと成長しようどうですか、しなこさん的にこれ原宿で流行りそうですか、原宿では難しいかもしれない使います、使います、ちょっとぜひ使います、しなこさんに、はい、流行りそう、じゃあもうせっかくなんでより大きいものダウンロードしたいですよね、で高速通信ですから、うん、高速通信ですもんね、何か違う、 SNS はもちろんのことですよね、あのポッと出た動画が綺麗に流れるとか、うん、すぐに更新ができるとか、うん、っていうのありますけど、それも結構ねもうあの浸透はしてってるんで、うんうん、やっぱせっかくね高速通信ができる 5G エリアだから、うんうん、映画とか、ね、うんうん、アニメとか、うん、こうネットで買って、うん、で、あ、でもこれたまにあるじゃないですか、こう Wi-Fi つないでないと、うん、あ、見れないかとかってなった時に、うん、ダウンロードしとけば、うん、いつでも見れるよみたいな、うんうん、そういう時に多分もう すごいシュッて、うん、なるんで、そういうのをせっかくだったらやっておきたいですね、うん、スポーツ系感動しますよね、逆転ホームラン打った時に、ね、そのホームラン一本にすごく思いが乗っかってて一塁二塁ってこう回ってくる時に泣きながら回ってくるとか、うん、それ見るとなんかあって、うん、なんか詳しくないですよ、詳しくはないんですけど、うん、あ、本当にそこにかけてたっていう、 なんかこう熱い気持ちみたいなのがやっぱ伝わってくるですよね、だからすごいそれは感動しますね、ジーンとジーンときます、うん、まさに、まあ、そもそもジーンとしたことっていうかあれ、私は最近で言うと仕事が終わって、はいはい、帰り道歩いてたら、はいはい、まあ、ちょうど夕方と夜の境目ぐらいの時間、はいはいはい、綺麗ですよね、綺麗です、でふと空を見上げてみたら、はい、すごい綺麗なオレンジとちょっとブルーの、はいはい、ちょっと月が浮かんでて、はいはい、ジーンと来て写真撮りましたね、タイムリープしてる、タイムリープしてることあれ
で、どうしました？なんか前にも聞いたことあるようなすぐさっき聞いたことあるような俺だけかな、タイムリープし、あ、俺だけか、ごめんごめん、気にしないで。大丈夫。そうか、きれいですね。いや、まさに今ですよね。私がこう、この場にいるということは本当になんかありがたいことでもありますし、こう写真、そういうこと、写真をさっきちょっと振り返ってみてたら、YouTube 登録者数1万人みたいなことをこうやってる自分とかもいて、それこそマスクを作って食べてる時代の自分もいたりとか、まあそんな家でずっとやってきたこととか、一人でやってきたこととかがこう、まあ、認められたり広まったりとかして、こうここの場所に今いられてるっていうことがすごくチーンと来てます本当にありがとうございます。わかります。そうですね、でも本当にどんどん涙もろくなってません？皆さんどうですか、優しさに触れるともう泣いちゃう人に優しくされた時、人に優しくできた時、自分がそんな時にふとなんかジーンと来てしまうというか、以上です、はい。まあ、具体的にはちょっとまだ出てこないんですけどあでもさ、舞台やってたじゃん。あ、そうですね。俺なんかもう、一番さ、はい、最後の大千秋楽の拍手めちゃくちゃ泣く、俺毎回、毎回っていうか2回しか舞台やったことないけど、泣いてる。わかります、やっぱりこうめちゃくちゃ嬉しいね。だから、絶対にこの拍手を刻もうって思う。なんかお客さんのね、やっぱり顔を見た時はジーンときますよね。しかもね、なんか結構何回も来てくださってる方も多い回でもあるから、大千秋楽ってみんなあったかい雰囲気で、まあ、僕がやってた舞台は終えてたんですよ、前その2回とも。それはもう本当に何にも変えられないぐらいの本当に特別な感動だったなと。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にかけていただいてありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。本当に彼は素晴らしい。あ、ありがとうございます。また何かあったらまたよろしくお願いします。お疲れ様でした。